食べるラー油っていうのが流行ったじゃないですか。いろいろねあるんですよ、その他のオイルを使ったようなものを食べる、食べるシリーズで食べるオリーブオイルっていうのがあったんで、俺流にもっと簡単にできるんじゃないかと思ってですね、私が考えました。甘の飯、この柿ピーとこのイカそうめんまあちょっと辛いのが欲しい人は、まあ、なくてもいいです、鷹の爪。あとね、硬い方のジャコですね、このカリカリになってるこの乾燥したもののジャコ、それとニンニク、バッ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 、まあこんな感じでまばらに割れれば。なるほど。ねえ、ぜひともね、このナッツも入れてほしいんですよね。ネタ書かないでこんなことばっかりやってんじゃないかな。これもう入れちゃいましょう、ね、こんな感じで。オリーブオイルをすごい熱してジューってやるパターンもあるんですけど、それちょっと危ないこともあるんで、あの私は推奨しないですね。これはもうニンニク効かせる方は大さじ1杯ぐらい効かせちゃってください。僕も結構効かせちゃいます。これをなんかチラッチラッと折って、そうするとあの餅も良くなりますね。さあここにオリーブオイルを入れていきますね。これがね、そうですね、だいたい5、60入れちゃってもいいと思いますね。今ね、こんな感じになってますよ。これでね、もう待つだけなの。塩コショウちょっと入れますね。全部使ったな。コショウはね、ちょっと効かせ気味のが美味しかったりしますね。あ、なんかブツブツいってきましたね。これをね、ご飯に乗せて食べたら、なるほど、甘いっちゃうってことなんですよね。うわー、美味しそう。いい感じ。これ以上焦がすとニンニクの苦みも出てきちゃうんで、こんな感じです、完成。さあこれで食べるラー油の完成です。これをぜひとも今回は熱々ご飯に乗っけて食べていただきたい。つまり熱々ということは崎山が食べます。どうぞ。当たり前です。すいません、ご飯進んでいただきます。イタリアン。イタリアン。わ、ジャコ香ばしくて美味しい。うわ、カキピーがまたいいアクセントですね。これイタリアンのお店締めで出した方がいいっすよ。これめちゃくちゃうまいっす。これ止まんないっす。イカが入ってます。イカも入ってて、だからジャコとイカのエキスがすごい相まって海鮮をすごい感じます。海鮮、はい、おいしい。これぜひ家庭で。ごちそうさまです。甘の飯。